はい、やってきました、ヒロニーだよ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったり、賃貸のタワーマンション内覧内見に行ってるチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。今日もレギュラーのヨンさんです。来ましたね、はい、今日ね、はい、今日来たのはここは噂のね、撮影してる日の前日にグラングリーン大阪ノースレジデンスですね、はい、グラングリーンの新しいレジデンス、これですね、はい、これの前で撮影してるんですけど、すごいですね、あれね、今日はここではないんですけど当然ね、はい、でもここの近くのタワーマンションですね、はい、でここはねザ・パレスですね、宮殿、宮殿、宮殿をモチーフにしてるタワーマンションで、まあこれはこれね、いずれ、はい、このチャンネルでも取り上げることができたら嬉しいので、ぜひ視聴者様でももしいらっしゃったら、ね、誰か買った方よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は無理ですよ、はいはいはい、最高価格25億らしいですね、はい、それはまあいずれ ねできたらいいなっていう風な形なんで、ご協力ください、はい、で今日来たのはこちらではなくてこっちです。こっちですね、今日来たのはここです。ドロロロ、ザン、グランフロント大阪オーナーズタワーです。はい、来ました、グランフロントですね、はい、2回目かな、そう、リベンジ、はい、リベンジです。そう、実は今日のお部屋はもうリベンジ、リベンジ、そう、はい、フェニックス管理さんのちょっとご提供でまた撮影させていただくっていう風な形なんですけど、はい、ありがとうございます。去年のねちょうどね年末ぐらいかな、そうです、ね、に動画上がってるんですけど、まあなんかあのこの辺に貼っときますね、前の動画と見比べていただけたら違いが分かるんじゃないかなっていう、前は改装前、はい、はい、今日は改装後っていう風な形で、はい、撮らさせていただけるんで、最後に家賃の方も今回久しぶりに言えます、ね、はい、言えるんで、今日は何階でしょうか、今日は27階ですね、はい、で角部屋ですね、角、はい、楽しみです。それでは行ってみたいと思います。お邪魔します。来ました、おー見てください、これまずね、玄関開けたら、玄関開けたら2分でご飯、これです。まあよくわからないですね、続きになってるっていうか、もう玄関という概念がまずありませんね、はい、そして見てください、この黒光りの、なんですかねこれ、なんでしょうなんかめっちゃ光ってますよ、とにかく高級なナースがあります。そうですね、はい、玄関です。そしてこちらの方に大きな姿鏡があります。そしてこちらの方にはこれですね、クローゼットですね、はい、ものすごい大収納シューズインクローゼットです。しかもかっこいいですね、この棚の感じね、はい、なんだろうこれこういう風になってる、珍しいですね、すごいかっこいいシューズインクローゼットになります。はい、まずはじめにこちらの方が洋室2かな、6.5畳、はい、あーなるほど、広いですね、はい、真四角なんでものすごく広いです。そしてね、エアコンもバッチリ
完備しておりますし、こう外の眺めはね、はい、淀川ビューというような形で素晴らしいですね。で、あれですね、これ前は多分言わなかったと思うんですけど、あのね、網戸がちゃんとついてるんで、はい、窓を開けてね、虫が入ってこない。あの最近カメムシが超大量発生しているので、ヒロニーんちはね、網戸ついてないんでね、窓開けられないっていう風な状態なんですけど、こちらの方は網戸がしっかりついてるので、窓もね、空気の入れ替えができるというような感じです。で、こちらの方が、はい、収納ですね。はい、おお、しっかりしますね。そして中にもね、ちゃんとパネルが、木のパネルなんで高級感があります。はい、続きましてこちらの方がトイレになります。来ました。おお、自動で開きましたね。やはり自動ですね。はい、そしてすごく横幅も広くてね、何かこのおしゃれなね、棚もついてますし、見てくださいこの質感、まあ、グランフロントならではのね感じですね。こういう感じとかね、すごくおしゃれですね。このようなトイレになります。はい、続きましてこちらの方が洗面所になります。おー、来ました、素晴らしい、これです。でまずね、このでかい、前もね言いましたけど、この一面のね、普通だとこう三面鏡になってたりとかするんですけど、一面ガラス、ものすごいですね。やっぱホテルですね、やはり。はい、これとかこれもね、こういうね感じが、やっぱりこういうところはやっぱもうグランフロントならではというふうな形ですね。おしゃれな感じです。で、そしてこのものすごく広い、はい、感じなんで、でこちらの方にも収納がね、バッチリあります。しっかりありますね、はい、素晴らしいです。そして来ましたね、こちらの方です。このガラス張りのお風呂になります。来ました、うおー、すごい、ダウンライトですし、このように石ですね、はい。そしてテレビもね、新しくつけたみたいですね。あ、そうですね、はい、すごく新しいですね。綺麗です。そして大きいですね、はい。で、やっぱりここはビューバスなんで、お風呂に浸かりながら、これね、ちょうどね、今ね、タワークレーンがね見えるんですけど、これあれです、グラングリーン大阪ノースレジデンスのタワークレーンになります。はい、動いてますね。いずれ多分見えるようになると思いますね、立ち上がってきたら。はい、それも楽しめちゃうお風呂になります。はい、続きましてこちらの方がメインの洋室になります。はい、何畳でしょうか。9畳、なるほど、広いですね。はい、真四角でこんな感じですね。梁も特にございません。はい、そして後でねベランダにも出るんですが、この景色ですよ、はい、最高ですね。で、メインの洋室なのでこちらの方が、はい、そうですね、ウォークインクローゼットになります。うわ、めちゃくちゃ広い、めちゃくちゃ広いですよこれ。見てください、この大収納、何畳ぐらいあるんだろうな、3畳ぐらいありますね。はい、ありますね。はい、まあそんなにめちゃくちゃなんかこれがいっぱいあるわけじゃないんですけど、まあなんか置けますよね、逆に言ったら。はい、なんかいろいろ置いたりとかしてさらに改造できます。そしてこちらの方にもドアがついてて、実はこちらの方から、はい、先ほどの洗面所にもつながってるっていう形ですね。 2way な形のウォークインクローゼットになります。珍しいですねこれは。なのでまあメインのベッドルームなんで、寝室からお風呂もこうやってすぐに行けてしまうという形のメインのベッドルームになります。
はい、ベランダに出てきました。来ました。はい、これです。素晴らしい景色ですね。そしてここの素晴らしいところはこれです。はい、グラングリーン大阪ノースレジデンスが丸見えですね。はい、今絶賛工事中です。はい、これが立ち上がるのをずっと楽しめてしまうというね、最高の場所だと思います。はい、お待たせしました。メインのリビングですね、行ってみたいと思います。来ました。おー、これでーす。いいですね。来ました。素晴らしいですね、これ。これですよ、やっぱり。まあ、2度目ですけど、やっぱりすごいですね、ここ。これです。メインのリビング、何畳でしょうか ?21。はい、行きました。まあまあ、確かに、そんなめちゃくちゃ広いかって言われたらあれですけど、もうやっぱりね、窓なんで、全面が。はい。めちゃくちゃ広く感じますし、はい、やっぱヒロニー大好きなこのね、間接照明、折り上げ天井、めちゃくちゃかっこいいです。高級感がとにかくあります。そしてね、はい、まあこのように天かせ1台、そして2台、しっかり、はい、しかも離れてるので、あのちょうどね、いい感じに部屋の空調も効くと思います。それです、これですよ。でまあ、少しねちょっとこう上がってるんで、まあ、下まであるわけではないんですけど、まあね、なんか腰掛けたりとかすることもできるんで、これはこれでね、すごく非常にいいと思います。そして見てください、これね、台があってね、これなんだろうね、もう勉強机もできますし、まあ、何か作業したりとかするようなこともできるような台もついてますし、キッチンですよ。来ましたね。高級感あるな。はい、これも合わせてありますね。はい、釣り戸棚なんですけど、こういう風な高級な感じにしてあって、こちらの方も、うん、合ってますね。これ高さ合ってるかな、完全に一緒かって言われたら違うんですけど、まあまあ合ってますね。高級感があるような形になってるので、でこちらの方は当然ね、ディスポーザーもついてますし、ついてますね。まあこの辺の作りとかがやっぱりね、ちょっとやっぱグランフロントならではみたいな感じなんで、はい、まあ、中は普通でしたけどなかなかねないような感じですね。でキッチンから見た感じはこれです。はい、うん、素晴らしいですね、この景色がね。そうです、夜景も多分めちゃくちゃ素晴らしいと思います。はい、ありがとうございました。2回目素晴らしい、うん、あのやっぱりね、使用後の方がね、素晴らしい感じになってました。職人さんが頑張ってくれました。はい、素晴らしいです。そしてね、なんて言ってもやっぱ角部屋のね、この景色、うん、唯一無二ですね、この景色はね。もう川です。川なんですね。はい、淀川の花火も独り占めできますし、はい、グラングリーンもこのようにね見えてしまうので、素晴らしいお部屋だと思います。ありがとうございます。はい、今回はね、同じ部屋なんですけど、2回目なんですけど、お家賃の方言っていただけるという形でね、うん、はい、両込みでお家賃、はい、おいくらでしょうか。その前にデータとしては、はい、
グランフロント大阪、オーナーズタワーね、地上48階建ての27階、はいはい、角部屋ですね、平米数94、はい、の 2LDK なんですね、はい、2LDK ですね。で、お家賃の方はいくらでしょうか。90万円です。なるほど、来ました、90万。90万円、来ましたね、はい、お金持ちの方お待ちしてます、はい、もうはっきり言って、まあ安いとは言わないですけど、このね、立地とこのグランフロント、しかもこのね、はい、グラングリーン、もうグラングリーンなんかもしできたとしたらもっと高いですね、当然もっと高いと思いますし、聞かないと思います、はい、しかもそれを今スヌエは現状立つところをリアルタイムで楽しめるという、ベッドも買います、買いますね、はい、素晴らしい部屋だったと思います、はい、この物件はあのフェニックス管理さんの提供でご提供させていただいているので、はい、概要欄の方にはフェニックス管理さんのホームページと、あとね、YouTube もされてるので、こちらの方で貼り付けてますね、ぜひご覧ください、はい、で、このチャンネルを登録してないそこのあなたはね、ぜひチャンネル登録お願いします、はい、グッドボタンぜひよろしくお願いします。それでは次回という形で、さようなら、バイバイ。